関根、示談金公開。2024年8月15日、関根選手が誹謗中傷に対して情報開示請求を行った。そして10月11日、誹謗中傷の件について神奈川新聞と日刊スポーツに取材していただきました。ぜひ読んでいただけたらと思います。と投稿。記事の中には今回、開示手続きと示談交渉の末にすでに5件の示談が成立。示談金は1人最大90万円で、5人で総額415万円だった、と示談金が公開された。お金は必要になった経費を除き NPO 法人に寄付。素晴らしい収入。刑事告訴まで編んだね。また来も早くやれ。これの発端って確か巨人戦の支給だよな。訴えられてるのは巨人ファン。結構元取れるんか。まあまあもらえるんやな。素晴らしい公開。このスレも示談金上乗せチャンスやぞ。山川がこれやったらもう働かなくても良さそうなくらいもらえそう。1000超えとるやつめっちゃおるし、ウィッグがエラーにブチギレてこれは開示とか言われてたのくさ。 YouTuber が炎上した後に DM で弁護士から訴訟しませんかって来まくったって書いてたな。でもアカウント調べたらほとんどが詐欺だったの。そこまで公開してくれるんか。ええやつやん。けど関根大輝さんの障害児童放課後サービス開始はすごい言うと思う。スポーツ選手がそこに目を向けるのは画期的やと思うで、素直に頑張ってほしい。立浪さんが訴えたら数億稼げそう。示談金って税金かかるん。